じゃあ目をつぶってください。アイシャドウペンシルを目尻の方から目頭に向かって細かく色をつなげていきます。5ミリぐらい、3ミリから5ミリぐらい入れていただいて、上で少しぼかして、アイライナー効果とアイシャドウ効果を引き出してくれます。そして下のボトムの位置も下のラインも3ミリぐらいは色をつなげて目をくっきりさせます。目幅が広がってみます。そしてその上にインディゴブルー、濃いめのブルーを目尻だけに引いていき、のせていきます。目尻の5ミリぐらいのところにその茶色の上に濃くのせると目が引き締まって見えます。で、同じようにボトムの位置にもほんのり入れていきますが、目がすごくはっきりしてきました。